やってみるもんだな。ただ少し座標がずれてるみたいだから調整しておくか。やあ、どうも、私だよ、ネプテューヌだよ。さっきまで釣りしてたんだけど、全然釣れなくてさ。それにしても、いや、我ながら惚れ惚れするほどの突き抜けっぷりだね。私はひたすら、プレイヤーさんの心の広さに感謝しまくりだよ。おっとっとっと、魚パーティーをしようとしていたにもかかわらず、食材をゲットできなくて、何も食べてないもんだから、お腹が空いちゃってたんだ。うわぁ、美味しそうなシュークリーム発見。ねえ、一つ食べてもいい？で小腹も満たされたし、やっと気持ちを切り替えられそう。さーてと、釣りからは一旦離れて昆虫探しと行きますか。いろいろと慌ただしくてごめんね。また近いうちにお邪魔するから、その時はゆっくり話そうよ。じゃ、今日はこの辺で。騒がしいみたいだが、どうかしたのか？いや、相変わらずネプッチは賑やかだね。あ、娘さんに、ウミオさん。それが、ちょっと困ったことに。プリン、うー、プリンがないと、私死んじゃうよ。プリン。というわけなんです。なるほど、そういうこと。しかしプリンは作らないとないな。やだやだやだ、プリン。やれやれ、これではネプッチとギアッチのどちらがお姉さんかわからないな。けどネプッチの影響か、俺もプリンを食べたくなってきたな。でしょでしょ、娘もプリン食べたいよね。カラメルソースがかかった冷たく冷えたカスタードプリンのほろ苦いうまさ。一日食べないだけで海洋性な私はセンチメンタリズムを感じちゃうよ。カスタードプリンか。けど抹茶プリンやチョコレートプリンもめっちゃいいよね。案外そこの百貨店が開いてたビルの食品売り場に材料とか残ってないかな。プリンの元があればさらに超ラッキーみたいな。残ってたらうずめ、久しぶりにスイーツ作ってみんなにごちそうしようと思うんだけどな。めっちゃいろんなプリンを作りまくってみんなでプリパするのはどう？あ、プリパっていうのはプリンパーティーの略ね。超楽しそうでしょ。とまあプリンパーティーも悪くねえよな。
確か牛乳と卵が必要なんだよな。世界がこんなありさまじゃどっちもなさそうだね。はっ、いや卵ならあるかもしれねえ。なぜ俺を見ているんだ。なあねプチ、プリンって魚卵でも作れるのかな。魚卵、魚プリン、これは新たなプリンの予感。待ってくれ二人とも、ここはまず落ち着いてほしい。俺はどう見てもオスだ。お腹をさばいても君たちの望むものは何も出てこないぞ。必要そうなのを片っ端から持ってきたぞ。おすめさんもですか。そこで行商人のモンスターがお店を出してたんだ。しかも取れたて&搾りたてで新鮮らしいぜ。これはいくらなんでも都合が良すぎるようだけど、食べられる材料があるならこの際何でもいいじゃありませんか。じゃあ早速プリン作ろうぜ。やっち、はい。じゃあ私はそれまで海音と遊んでよっかな。そういえばネプッチとは二人でゆっくり話したことがなかったね。この木に親睦を深めるのも悪くはないな。この音何。すまないネプッチ、どうやら仲間からの連絡のようだ。少し席を外させてもらうね。行っちゃった。プリンできるまで退屈だな。まあいっか、空腹は最大の調味料っていうし、適当にお散歩してこよう。Thank you.
すぎたせいでかなり待たせて。うわっ、なんでひよこ虫が。お疲れ。お疲れ様なのです。あ、うずめさんだ。ネプッチ、これはどういうことだ。できるまで退屈だったから散歩に行ってきたんだけど、その時ひよこ虫たちと会ったの。それでやっぱり美味しいものはみんなで食べた方がもっと美味しいと思って招待したんだ。そりゃナイスだね、プチ。持ってきた材料を全部使ったせいで作りすぎてしまったからな。おかげでこっちもお腹ペコペコ。プリン楽しみ。なら俺はお茶を入れよう。こんな場所だが、お茶会としゃれ込もうか。いやー、食べた食べた。やっぱり一日に一つはプリン食べなきゃ始まらないよね。ねえ、プッチは本当にプリンが好きなんだな。ウミオさんの入れたお茶、とっても美味しかったです。これって、なんていうお茶なんですか。俺のオリジナルのブレンドさ。あくまで趣味として作ったものだが、気に入ってくれたのなら茶葉を分けてあげよう。本当ですか。ありがとうございます。ウミオって見た目以外は本当にイケメンなんだね。あら、見た目も十分イケメンだと思うけど。そうだった、娘はそういうセンスだったんだ。お茶会も落ち着いたところで、少し今後の作戦会議をしたいのだが、どうだろうか。俺は構わないぜ。私も大丈夫だよ。プリンを食べてお腹もモチベーションもマックスだよ。では早速だが、先ほどシェアクリスタルがありそうな場所を見つけたとの連絡を受けたんだ。今までの戦いでだいぶ消費したからな。ストックが増える分には願ったりだ。しかもだ、その場所にはたくさんのシェアクリスタルが眠っていると推測できるらしい。それならあの作戦もできるかもしれないな。ああ、鍵となる企画のシェアクリスタルさえ揃えば、こちらの準備は整う。となればようやくこっちから打って出れるぜ。ねえ、二人が言ってるあの作戦って何のこと。私とネプギアにも分かるように教えてくれると嬉しいな。ああ、そうだったな。悪い悪い。一言で言えば、君たちも見たあのデカブツを倒すための作戦さ。ナポ、あのでっかいのを倒せるの。何度もあいつと戦ってくうちに分かったんだ。あいつはシェアの力に弱いってな。しかし奴はその巨大さゆえに、一点にシェアの力をぶつけても効果はあまりない。だから大量のシェアクリスタルを使った特殊な結界を作って閉じ込めようとしているんだ。おお、なんかすごい作戦。それならでっかくても一コロだね。そういうこった。だから早速シェアクリスタルを回収しに行こうぜ。クリスタルがあるのか。この国にもまだこんなに綺麗なところが残ってたんですね。シェアクリスタルがある場所だけだけどね。それってどういうこと。この国、いやこの世界の土地はもうほとんど死んでいるのさ。土地が失われるということは、女神が国を守護する力がほとんどない証拠なのだと俺は考えている。そもそもゲーム業界の国というのは守護女神ありきで存在しているのだが。それは私たちの国も同じだね。私がいないとプラネテュードは始まらないもんね。しかし文献に残っていた情報によると、その女神の力の源は
人々の信仰心だったという。人間のいないこの世界ではもはや女神は本来の力は発揮できないだろう。そして各地に眠っているシェアクリスタルは過去に存在していた人々の信仰心の結晶なのかもしれない。女神と国民は互いに持ちつ持たれつの関係で国を作っているんですよね。前に冒険した別の次元のゲーム業界でもそうでした。じゃあゲーム業界って場所はどこも一緒なんだね。私的には分かりやすくていいかも。なら説明がしやすくて助かる。最近の調査で分かった。この世界にはこの国しか存在しない。山や海の向こうには文字通り何もないんだ。やっぱりそうなのか。嘘！それじゃあ冗談抜きにリアル世紀末状態？世紀末という言葉が可愛く聞こえるほどだけどね。話を戻すよ。しかし女神であるウズメがいるにもかかわらず、緩やかにだがこの国も大地もろとも滅びようとしている。それはなぜかわかるかい？いえ。シェアの供給をシェアクリスタルに依存しているウズメでは世界に女神として認められていないのではないかと予想しているんだ。そんな。女神のいないこの世界はすでにゲーム業界ではないのかもしれない。そんな世界最後の国であるこの国が滅びるとこの世界はどうなると？なくなっちゃいますよね。そんな元ゲーム業界にあえて名前をつける。ゼロ次元だろう。だけど俺は絶対諦めねえ。世界に認められてなかろうが現にあいつらは俺を女神として慕ってくれてるんだ。最後まであがくさ。話を戻すが、この場所が自然豊かな国、それはこの森全体がシェアクリスタルの影響を受けてまだ死んでいないからさ。だからこの世界ではシェアクリスタルが眠っている場所イコール自然の豊かな場所となるわけさ。で、付け加えるならここはでかい森だろう。つまりそれだけ強い力を持ったシェアクリスタルがあるってことさ。じゃあここのシェアクリスタルを持っていったらこの森枯れちゃうの？そうなるね。けどこういう場所は貴重だからね。全部は持っていかないようにしている。よかった。それなら今度お花見に来れるね。お姉ちゃん、海音さんが重い話してたのにそんなこと考えてたんだ。分かってないな、ネプギアは。こういう切羽詰まった状況だからこそお花見みたいな日常的な娯楽が大事なんだよ。そうだな。デカ物を片付けたら祝勝会も兼ねて花見に来るのも悪くないな。じゃあその時はまたひよこ虫とか他の仲間も連れてきてみんなでパーッとやろうよ。あ、それいいかも。じゃあ私今日みたいにたくさんプリン作りますね。なら俺も作るの手伝うぜ。もっといろんな味を食べてみたいしな。Thank you.
はい。今の攻撃？本気でいきます。獅子粉塵。ふざけるな。よし。に失敗。損傷人体。損傷。何をしようかな。損傷人体失敗。久しぶりぬら。おお、ぬらりんじゃないか。久しぶりだな。あれ、もしかしてこのスライムもうずめのお知り合い？あ、こいつも俺の仲間だ。名前はぬらりんって言って、こう見えてスライム族の若旦那なんだぜ。へえ、スライムも見た目によらないんだね。ほら、ぬらりん、こっちおいで。おお、よしよし、かわいいやつね。ぬらららら、この子意外とテクニシャンぬら。で、どうしてお前がこんなところにいるんだ？ここを見つけたの僕らなんだぬら。やっとうずめの役に立てたぬら。そうか、ここを見つけてくれたのはお前らだったのか。サンキューな。さん、ほんとモンスターたちに好かれてるんですね。俺は別に何もしてねえよ。こいつらが勝手に懐いてくるだけさ。今僕の仲間がクリスタルを探しているんだヌラ。なら俺らも探しに行こうぜ。こいつらばかりに苦労はさせられねえ。こういう時くらい頼ってほしいヌラ。ウズメはもう少し女神らしくどっしり構えているヌラ。そう言われてもな、そういうのは俺の柄じゃないんだよな。わかるわかる、娘って私と一緒でじっとしてられないタイプだよね。まあそういうことだから俺も一緒に探すよ。俺たちは向こうを探してみるから、もしそっちで見つけたら呼びに来てくれ。わかったヌラ。さて、俺らも行くか。ほう。Here we go! 何をしようかな?
俺の番だな。ふざけるし、ひとまずここで。ぬらぬら、どうしたんだヌラリン、そんなに慌てて。シェアクリスタルを見つけたヌラ、一緒に来て確かめてほしいヌラ。本当か？ちなみにデカさはわかるか？今まで見たことのない大きさだったヌラ。よし、ならようやくデカブツを倒すことができるってもんだぜ。よかったですね、うずめさん。けど、いいな。いいって、シェアクリスタルか？うずめさんは、シェアクリスタルがあればシェアエネルギーを補給することができますけど、私たちにはできないので。私たちにもシェアエネルギーがあればもっとうずめさんの力になってあげられるはずなんですが。気にすんなって、今でも十分助けてもらってるさ。俺個人としては女神化した3人が揃う姿を見てみたいけどね。おお、確かにそれって超かっこいいな。まるで特撮ヒーローものみたいでいいじゃねえか。ねえプッチ、ギアッチ、ものは試しだ。俺のシェアクリスタルを使ってみるか。それで女神ができたら苦労はしないよ。残念ながらこのクリスタルからじゃシェアは得られないかな。なら食ってみるか。うん、いやいやいや、シェアクリスタルなんて硬くて食べれるわけないって。なら細かく砕いて粉末にするのはどうだ。プリンに混ぜれば美味しく食えるんじゃないか。あ、それなら美味しく食べれるかも。反応するの、そこ。さすがにそれは無理があると思うぞ。ならさ、ウミオたちが頑張ってシェア出せないかな。仲間たちの力を借りて3人同時に女神化とか、アニメや特撮ヒーローみたいでかっこいいと思わない？うんうん、絶対思うでしょ。はあ、ネプチたちと一緒にかっこよく変身して
君が望むならできるかもね。え、それってどういう。それと口調が戻ってるよ。と、まあ無理なら無理でそれはしょうがないか。とにかく今はシェアクリスタルを取りに行こうぜ。ほう、やつらは何かを企んでいるのか。
よし、一気に畳みかけるぞ。連れてきたヌラ。お前たちが見つけてくれたんだってな。ありがとな。あ、ウズメさんヌラ。ウズメさんが来たヌラ。待ってたヌラ。ウズメさん。ウズメさんにお礼言われたヌラ。嬉しいヌラ。おお、なんかスライムがたくさんいるよ。しかもみんなフレンドリーに喋ってる。こんな光景見ちゃうと今後スライムと戦いづらくなっちゃうね。それで見つけたシェアクリスタルってのはどれだ？これヌラ、ここを見てほしいヌラ。おお、間違いね、シェアクリスタルだ。しかもこの大きさ。ウズメ、これはいけるぞ。ああ、感じるぜ。こいつには相当な量のシェアが凝縮されてる。ありがとうな、みんな。これでやっとあのデカブツを倒すことができるぜ。ならば、この場で潰させてもらおうではないか。狙いはウズメか、それともこのシェアクリスタルか。どっちでも構わねえよ。むしろこの展開願ったりだぜ。ここでデカブツをぶっ倒す。ネプチ、ギアッチ、付き合ってもらうぜ。任せて。はい。おいデカブツ、てめえとの因縁も今日で終わりだ。てめえを倒すために編み出したこの技、早速だが試させてもらうぜ。おっと、そうはいかないな。そんなこんなことって、もう一体誰、せっかく見つけたシェアクリスタルを壊したのは。いい君だな、小娘。誰だてめえ。そういえばこうして貴様と会うのは初めてか。ならば教えてやろう。私の名はマジェコンヌ。ダーク女神と共に貴様とこの世界に終焉をもたらすものだ。マジェコンヌ。ほう、お前たちは私を知っているのか。知り合いか。いや、知り合いっていうか因縁の相手にされることが多いっていうか。初めてのみんなのために説明しよう。私たちはマジェコンヌというボスキャラのおばさんとは過去作やアニメでも嫌というほど何度も何度も戦っているんだよ。けどマザコングか。まさかとは思うけど、またラスボスや裏ボスじゃないよね。正直もう飽きたっていうか。お姉ちゃん、そんなメタで雑な解説はちょっと。でも私たちの世界のマジコンヌは滅びたはずだし、もう一つの世界では多分改心しているはず。となるとこの人、私たちが知っているマジコンヌとは違うのかも。そのクリスタルで何かを企んでいたようだが、残念だったね。さあダーク女神よ、小娘どもを皆殺しにしてやりな。
ズマンシップはないの？まだヘラズ口を叩く余裕があるのか。ならばダークパープルよ、遠慮はするな。徹底的にやってやるのだ。ああ助けて。クソ、フィールドを展開するだけの力があれば、俺にもっと力があればあいつを倒せるのに。せめてあいつに勝てなくてもネプッチたちだけは。おい、ネプッチ、ギアッチ、ヌラリンたちを連れて逃げろ。何言ってるのさ、ウズメ。あいつの狙いは俺だ。その隙にヌラリンたちを連れてここから逃げるんだ。やだよ、ウズメを見捨てて逃げれないってば。元はといえばこれは俺とあいつの喧嘩だ。ネプッチたちには関係ないんだ。関係ないことに巻き込んで死なせるわけにはいかねえんだよ。死なせたくないのはこっちもだよ。それにもう友達なんだから、関係なくなんかないんだから。私もお姉ちゃんと同じです。まだ会って数日ですけど、友達を見捨てることなんてできません。おいおい、お前らのその言い方じゃまるで俺がやられちまうようじゃねえか。だってそのつもりでしょ。シェアクリスタルが壊されて絶対やけになってる顔してるもん。まっ、そんな顔してるんじゃなおさら置いてけないよ。けどもう俺たちにはこの場をひっくり返すほどのシェアクリスタルがないんだぞ。作戦は失敗なんだ。大丈夫、二人ともまだ作戦は終わってないよ。シェアクリスタルなんてなくても大丈夫。お姉ちゃん、それってどういう嘘？これシェアエネルギー？なんだか力が溢れる。どういうことだ。まさか。諦めちゃダメヌラ。ウズメなら、ウズメならきっと何とかしてくれるヌラ。そうさ、俺までだって何とかしてくれたじゃない。それに今日は仲間だって二人いるんだ。お前らなのか。そっか、スライムたちの思いがシェアエネルギーとして流れ込んできているんだね。多分そういうこと。なんだと。けどスライムたちモンスターだぞ。そんなこと今まで。細かい理屈や設定なんてこの際どうだっていいよ。まだ私たちが戦えることに変わりはないんだからさ。行くよネプギア。ゴー、発目せず。女神の力見せてあげます。貴様たちのその姿は。女神パープルハート、ここに剣山。同じくパープルシスターネプギア。女神候補生だからって甘く見ないでください。貴様ら女神だったのか。なんだ今のは。俺の記憶なのか。けどどうして今さら。いや、この際そんなことはどうだっていい。
シェアがあるならやることは一つだ。ヌラリン、お前らの思い使わせてもらうぜ。変身。なんだ、一体何が起きたんだ。この空間すごい、力が次々と溢れてくる。作戦大成功、空間に取り込めたよ。包み込むって聞いた。まさか空間を丸々一つ作り出すの。シアエネルギーの力だ。シアエネルギーを媒体に娘の能力で形成した亜空間さ。娘の能力。しかし、なんだこの空間は。なぜだ、なぜ力が入らんのだ。おばちゃんはおとなしくそこで見学しててよね。これから娘たちがあんたご自慢のデカブツをやっつけちゃうんだから。一気に決めさせてもらう。Thank you.
気に決めさせてもらう。クロスコンビネーション。全力でいきます。マジェコンヌが残ってるでしょ。ああ、そうだった。あのおばちゃん、ポット出すぎてすっかり忘れてたよ。まさか、ダーク女神が負けるとは。さてさて、どうしようかな。やはりここは、捕まえて情報を聞き出すべきではないかしら。私を捕まえるだと？今の貴様らに何ができる。けど、
はずはこっちが上なんだよね。ならば尺だが、ここは一度引かせてもらうか。逃げる気？次に会う時まで残された時間をせいぜい楽しむことだな。なあ！逃げられちゃったね。そうみたいね。けど向こうから引いてくれてこちらも助かった。その前に、娘はどこだ？娘さんなら、先にシャワーを浴びに屋上に行きましたけど。なら、交通は。これから話すことは、娘に聞かれたら困るからね。それって、どういうことなんですか？娘には、ある特殊能力があるんだ。特殊能力？彼女には、自分の妄想を現実に変える力がある。それってつまり世界の事象に干渉できるってことですよね。けどそんなことできるんですか？さすがに大規模な事象への干渉改変はできないけど、彼女にはその力があるんだ。二人にも心当たりはないかい？彼女が妄想したことによる都合のいい結果が起きたこと。あ、もしかしてプリンの材料ですか？そうだ、あの時彼女は妄想し望んだんだ。君たちとプリンを作って食べること。だから材料を手に入れることができたんだ。そして今日も彼女はあの場所で妄想し願った。俺たちモンスターから信仰心を得られることにより、3人で共に女神化すること。だからあの時急にシェアエネルギーを得られるようになったんだ。すごいじゃん、チート能力じゃん。え、けどどうしてそんな便利な能力を今まで使わなかったの？うまく使えばデカブツも倒せたんじゃないの？この力は少々厄介なところがあってね。ウズメが本気で妄想しなければいけない以上、狙って発動させることはできないんだ。そしてそれは彼女の妄想に込められた無意識な願いに、事象への干渉規模が決まると言って、だから俺は
君たち二人には本当に感謝している。うずめにこの世界のシェアのありさまを変えさせてくれたのだから、手遅れでなければこの世界の崩壊も止まってくれればいいんだが。そっか、だから海雄はあの時ちょっと誘導的なことを言ったんだね。よく気づいたね。まあ偶然ってやつ。珍しく海雄がうずめの話に乗ってたからちょっと気になってたんだ。そういうことだから、この能力についてはくれぐれもうずめには内緒で頼む。やっと終わったんだな。ねえうずめ、ちょっといいかな。お、なんだねプチ、改まって。これからうずめはどうするのか気になっちゃってさ。なんだこんなことか。そりゃ次はポットでの紫ババを倒すに決まってる。ま、デカブツを倒した俺の敵じゃないと思うかな。じゃあマジェカンドを倒したの？次はどうするの？次はってか、なんだそういうことか。じゃあ私がなんて言いたいかもわかるよね。ああ、一緒にネプッチの世界に行こう。うずめ、私たちもうずってり一心伝心だね。ネプッチの気持ちはすげえ嬉しいよ。それにネプッチの国だからきっとすごくいい国だってのはわかる。けどごめん、一緒には行けない。どうして？ここには誰もいないんだよ。そうだ、二人で一緒に女神をやるってのはどう？娘なら国民のみんなだってすぐに受け入れてくれるはずだよ。実はさ、昔みんなで話し合ったんだ。この世界を捨てて異世界へ逃げるのはどうかって。でもみんな言ったよ、仮にそれが可能でもこんな世界だけど自分たちが生まれ育ったこの世界を捨ててまで逃げたくないって。最後までみんなでこの世界であがこうってさ。まあその後調べた結果、そもそもこの世界の文明レベルじゃ次元を超えることはできないって判明したってオチなんだけどな。娘、なんだよそんなしけた顔すんなよ。別に根性の別れじゃないんだし、またいつか会えるだろ。もしかしたらあの紫ババアが世界崩壊の原因で、倒したら元に戻るかもしれない。そうしたら俺はこの町を、いやこの国を復興する。ゼロから、いやマイナスからのスタートだが、ネプッチの国に負けないようなすげえ国にする。それが実現したらネプッチの国に遊びに行くよ。けど一人は寂しくない？心細くない？まあここにはウミオもいるし、ヒヨコムシやスライムたちだっている。逆に騒がしいくらいさ。娘、ま、そういうことだ。プリンばっか食って怠けてるとあっという間に追い越しちまうぞ。そうだな、人口はざっと10万。あ、いや、やっぱり100万は欲しいな。でもって街中にはエレベーターや動く歩道やガラスのチューブの中をタイヤのない車が飛んでるんだよ。そして国民は全身タイツみたいな服を、ってそれはダサいからやっぱいいや。で俺は思うんだが、時代はまさに情報化だ。インターネットを普及させてゲームだってオンラインで遊べるようにするんだ。オンラインなら自宅にいても格闘ゲームやレースゲームで対戦できたり、RPG で一緒に冒険することもできるんだ。そんなすげえ楽しい国を、いや楽しい世界を俺が作っていくんだよ。それってすげえかっこいいことだと思わないか？そうだね、すごくかっこいいことだと思う。最初さ、目覚めてから真っ先にやろうとしたんだけど、その時は誰もついてこれなかったんだよ。ウミオには10年は早すぎるって言われたよ。わかるわかる、私もよく言われるよ。
けど、ありきたりなものよりまだ見たことがないものを求めて夢見ることは悪いことだとは思わないぜ。それにこうして夢を妄想するのは楽しいしな。実現するといいね。ああ、絶対実現してみせるさ。